よろしいでしょうか。よろしいわ。いいわ。いいわ。じゃあ行くわよ。いいよ。いいわ。第18回オープニング行くわよ。いいわよ。5秒前よ。よ。5秒前って言ってから喋らないでください。5秒前よ。いいわよ。いいわよ。4、3。いいわよ。ぬはい。津田さんが一回編集でこうカットしてこの番組はって今入れてるところです。この番組はインディーズバンド落ち首獄門同好会の結成10周年プロジェクト天国プロジェクトの一環として始まった番組である。メンバーが好き勝手に自由なことやってあわよくばみんなに結成10周年をお祝いしてもらおうなんて企んでいる落ち首さんによる落ち首さんのためのジャンルレスプログラムなのだ。こんばんは、天国放送局です。株の民もいよいよ大詰め。青森県に突入した我々が目指すは八戸からのフェリー、そして我々は最後の地北海道へと上陸するのです。本日もどうぞお楽しみください。それじゃああと2回なんで川本さん、思いの叫びブルブルブルダンドン。えっ、ジュンコさん、ジュンコさん楽しかったです。勝手に締めないでください。あ、ここだ。あ、来た来た来た。さあ、行きますよ。はい、青森県でございます。はい、来ましたよ。青森県にやってきましたよ。はい、北海道前の最後の県に入りましたよ。さあさあ、徐々にですが近づいておりますね。よく来たな。我々ね、もうこの道104号線をまっすぐ行くと、はい、フェリー乗り場、まあフェリー乗り場っていうか八戸ですね。もう八戸62だ。もう62かも。早いな。100切ってたんだ。いやー、もうな、200キロと言ってたのが懐かしいよ。どうしたどうした。おー、ガタガタだぞ、道が。はい、お待たせしました。また左カーブ急です。これは本格的に来たぞ。ほら、冷やして、そして過去右だ。来たぞ。ほら、来い。あ、もうカメラもこう、カメラも支えられるし、もういろんなもんこっち流れてきてる。おー、この右カーブも結構来てる。いや、ちょっと待てよ、ほら。なんの音だい。いろんなもんがね、ドドドッと流れてきたね。ドドドッとしたね、今。いやー、車内がね、イヤホンで聞こえたよ、ドドドッとと。おい、また左急ですよ、これ。おい、いよっと。青森のカーブは、なかなか強えなー。よーし、からのまた左、急な左、これ急だ。おーっと、会長、おおおこれ急だったな。これは急だな。あのですね、うん、思って大丈夫のやつが来ましてですね、うん、ハンドルさばきを誤りまして、はい、右手首を痛めました。これも左来るよ。これもか、痛えな、これ。おーいしょ、右来るぞ、これ。来るか、来るぞ、これ。スピード取って。これは曲がり切れない。やえあのね、なんだろう、飲み物からマイクからいろんなもん正真正銘のですね、千田殺しでございます。いやいやいや、今のね、千田さん、いやいやいや、あああれだ、この道作ったやつは。右は来た。おー、ざけんじゃねえぞ。これはまずいな。いやー、左すごいね。あー、もう90度じゃねえか、これも。これは車内のものだいぶ心配だぞ。おー、大丈夫か。車内、
車内もわっちゃくちゃだぞこれ。乳首獄門同好会の機材が心配だぞ。心配だぞ。ちょっとフェリーちょっとギター一回出してちょっと様子見ねえとこれ。おいおいか、やっべえやっべえ看板出てる、やっべえ看板出てる。なんだなんだ、青森この野郎来たぞこれ。俺全力ですよ。おいどこまでなんだよ。ちょっと車内低音ワイヤで笑っちゃうよこれ。いやいやいや、車内がですね、いやもう遊園地状態ですよ。ちょっと俺車内天やわやどんがらかしちゃになってる。なんだこれ。おおすごい。ドーンドーンドーン。あー平らになってきてるだな。よし抜けたね。うん、家も建ってきた。どうだかやだと。すごいのどかな。青森か。青森は初めての青森だ。4日目はやっぱさっきの峠がピークだね。そうだね、峠越えて、樋口さんかけて終わりかな、今回は。そうかな、樋口さんかけられんのかい。そこまでの許しは得てるのかい。無理だね。無理か。久しく停車してないですね。停車してないですね。ニンニク収穫祭。ああ、青森行ったら有名だもんね。スタミナつけてっかい。来ましたよ、野菜直売。何か知らんけど、我々はどこまで入っていけるんですか。我々は駐車場ってここ書いたけどな。はい、直売所ですね。皿だよね。これはもううちでは消費しきれないな。さすがにね。お母さん、これは何ですか。ノイチゴ。これノイチゴ、うん、どんな味するんだろうね。甘い。食べてみてもいい。うん、そう、いいの。いいよ。いい、いいよ、いいの。いいよ。あ、ありがとうございます。じゃあ一つ、すいません、食べます。今日この初恋の味、甘酸っぱい。初恋の味。ああでもね、こういう感じだったかな。甘酸っぱいな。何言ってんだあいつ。なんだと。初恋の味買って。初恋の味。初恋の味買うか。100円。そう、本当かい。うん、いいよ。いい。じゃあお母さん、じゃあ俺もらうよこれ。ね、お母さんと僕のね、初恋のね。忘れた初恋。忘れた初恋。うん。いやー、カトレ戦国生だおい。いやー、初恋の味をね、ゲットしましたよ。キイチゴですね、これからちょっと食べながら運転していこうかなって。青木くん、何のコーナーだこれ。さあ、今の直売所でですね、はい、私、初恋の味というね、ね、このキイチゴですか、はい、これを100円で買いました。甘酸っぱいですね。酸っぱいですか。うわー、甘酸っぱい思い出しますね、これはね。何思い出しますか。初恋を思い出すな。僕の初恋はね、幼稚園だったと思うんだな。幼稚園かい。ねえ、幼稚園でね、はい、確かね、名前はね、夏希ちゃんだったと思うんだな、はい、うん、夏希ちゃんっていうね、子をね、僕は好きでね、ライオン組でね、で彼女がね、いつもバスに乗ってくると僕はね、バスの前まで行って、彼女もね、夏希ちゃんの、カバン持ちをするんだね、うん、小学校3年生になった時にね、うん、ちょうどね、イトーヨーカドーのね、うん、ゲームコーナーでね、夏希ちゃんを見たんだね。ほうほう。激太りしてましてね、夏希ちゃんがね、メリーゴーランド乗ってたんですよ。それがね、またひでえ絵面でしてね、っていうね、しょうもない話ですよ。使えねえな、これな。これ使えねえな。この初恋の、初恋、初恋の、これまじまじ見ると気持ち悪いよ、これ。毛生えてるし。
寒くて鼻水が出てきちゃって寒いんだね、寒いんだね、寒いね、寒いだろうね、ちょっと寒いね。あ、18度だって。あ、18度だ。気温がみるみる下がっていくぞ。気温が下がっていくぞ。寒いぞ、大沢淳、そして千田圭一。俺は寒くないね。適温なんだね。華麗に3速を切り替えて大沢淳はまた走り始めた。ゴールの八戸港に向かう。八戸港はすぐ前だ。すぐそこだ。頑張れ大沢淳、負けるな大沢淳、そして千田圭一。なんで急に励まされたの俺。あそこの中白い看板あるよ。白い看板なんと書いてるの。あれに書いてんじゃねえかな。書いたかおい。さあ札幌に、北海道に上陸する前の最後のシーン、はい、初戸節に戦いが入りました。はい、天国放送局ですよ。来ましたよ。よっしゃ来たよい。そして千田圭一の。あと一息だ。待ってろ初戸節子。そして千田圭一。いや俺ここにいるから待ってるも何も追ってるから俺逆に。おお地元の少年たちよまたなまたなまたなって二度と会わねえだろうけどなあ千田圭一またピアノブそして千田圭一勝利が婦人科スワクリニックからの千田圭一思いやり千田圭一いや語尾が俺であれば何でもいいんだよね。いやいいですいいですよ。これ笹代笑いのあれが来てますから。田辺正代と千田圭一。失礼そしてあれなんて読んだろう。ん？一日誌。一日誌でいいんじゃないですか。いや違うな。一日誌。あ、人一。人一。人一。今カメラで寄りました。こんなもの読めるわけねえじゃねえか。人一ね。この道も立派な通んだよ。ここに関しては三車線だもんな。なんか難しい地名が多いね、ここ。難しい地名読めねえわ。なんだ、タモ。タモ。タモの木。タモの木。へえ。タモの木。我々今タモの木におります。玉の木ですね。読めないね。読めないね、あれは。今何時ですか？今6時でございますよ。もしフェリーフ島がすぐそばにあるとしたら、うん、行くのまだ早いね。早いね。どうだい？なんだい？飯探すかい？いいじゃないか。晩飯を先に食って、まあそうだね。っていう時間かい？八戸の景色でご飯を食べましょうかね。よし、まっすぐ行ってみようか。よし、構わねえぞ。俺たちはもう勝ち組だぞ、ここまで来たらな。うぃー、八戸の景色で飯ですね。すごいですよ。八戸の爆弾。サバの漬け丼でございます。どうですか？うまい。うまい。うまい、うん、うまい。いいじゃねえか、いいじゃねえか。このローソンが最後のコンビニになりますので、とりあえず入ろうか。ああ、もうローソンお願いします。着きました。ゴールです。フェリーです。トマゴ前に向けて。はい、5秒前。はい4、はい、3、はい、2、はい、な、はい、はい、こんばんは皆さん。おいどうしたのあんた。三半期間大丈夫か。大丈夫かい。真っ暗な絵でございますけど、これはなんと船の絵でございますよ。はい、フェリー乗ってますよ我々ね、はい、乗ってます。4日目終わりまして、はい、ま我々ようやくですね八戸港から、はい、無事にフェリーに乗りまして、はい、乗りました。今北海道の苫小牧に向かっています、もう明日の6時ですか、苫小牧に着いて、あとは札幌に、まあ株だったら3時間ぐらいかな、走らせたらゴールと、で、まあ明日金曜日なのでライブが土曜日、はい、うん、余裕ですね。余裕だね、なんもなければいいね、ね。じゃあ相手君、ちょっとそこで相撲取ろうか。なんでだよ。
もう無理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 。どうなってんの？うわ、やばい、ふざけんなよ。ちょっと、ちょっと無理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 引っ張るんじゃねえよ。いや揺れてるからな、うん、ちょっとでも体勢崩したらもう俺が取れるんだろ。いいよ、会長とは肩組んだっていいことないんだよ。ピントも合わんくなったわ。怖え。二度とだな、この浮き輪投げるからさ。これ投げるから。浮き輪一つで助かると思うんじゃねえぞ、こんなところ。え、なになになんか。おいおいおい。違う、おい。ごめんごめん、なんかみんなはしゃいでるじゃねえよ、おい。はしゃいでたらなんかあるのかなと思って。あるんじゃねえよ。じゃあ18回エンディング参りましょう。5秒前4 3 2にゃ。風呂入ってそこ寝る計画。風呂入ってそこ寝る計画。お楽しみいただけましたでしょうか。全国放送局です。青森県をひた走り、そしていよいよ最後の地北海道へ。次回カムの旅いよいよ最終回です。そして全国放送局も次回最終回を迎えます。皆さんありがとうございました。次回はカムの旅最終回と並べてレギュラー陣、まあいわゆるメンバーとディレクターと、そしてなぜか完全にレギュラーになってしまった青木愛斗くんを迎え、最後は雑談形式でお届けしたいと思います。それでは次回もお楽しみに。じゃあディレクター、はい、すぐお別れだから、はい、なんか気の利いた一言をどうぞ。いや特にないです。だから気の利い、あの次回もお楽しみに。はい。風呂入ってそこ寝る計画。風呂入ってそこ OK! 今の空気は出せないぞ。